工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、なにわペンショーですね。6月4日土曜日11時からですね。はい、大阪市中央公会堂よろしくお願いします。工房節ここでございます。入り口ここの工房節ここでございます。よろしくお願いします。整理券配ってきますので一度ブースの方に来てください。はい、で螺鈿文具サイバーの方が来たんですけどもごめんなさい。これは販売ができません。ちょっと納得できない。まあちょっとね、どうしても磨きで失敗したところがありますので、またちょっとやり直しして販売していくんですけども、サイバーに関しては、ボールペンとシャーペンシル1本ずつはようやく受けます。来ていただいた方のみなんですけども、一本ずつ、まあ、早い文字になっちゃうのかな。一本ずつですけども、要約を受けますので、よろしければ、まあ、こういうものになるということを見ていただいて、ご納得していただいた方は、まあ、ちょっと、よろしくお願いします。お声かけてください。はい。で、両輪ですね。はい。万年筆。何やペンション用に出来上がっております。はい。がですね。はい。そうです。ひし形がない。というわけで、ひし形は6月中頃に上がってくるとは思いますので、こちらも販売分として、取っておきます。で、ひし形、もうこのケースで良ければ、このまま最初にお渡しをして、後でケース送るという形を送らさせていただきますので、販売分。何はペンション用の販売分ですね。としてこちらに確保しておりますので、ね、両輪の方も来ました。なので、万年筆は全部1本ずつという形ですね。サイバー六角両輪。はい。ですので、よろしければまたお声かけてください。まあ、見てください。はい。ということです。はい。ラデミグ、こんなもんでしょうか。追加来ましたので、はい。まあ、ほんとちょっと心配は心配なんですけども、もう本当にね、よくわからない。わかりません。さばけるのかどうか。まあでも本当にね、今回座って、マネスの方を見ていただこうかなと思ってますので、椅子があるので、座っていただいて、まあゆっくりと、こうやって見ていただければなと思っております。はい。そんな感じで。なんかね、もう、そうですね。木軸の方でバタバタバタっとしたイベントがずっと続いてるので、ちょっと万年筆だけとかコンプロットとかっていうイベントがね、ちょっと、こんな感じでやってしまうので、自分でもうまく回せるかどうかもわかりませんし、お客様にね、ゆっくり見ていただけるのかどうかもちょっとわかりませんが、もう、まあ一応僕も努力いたしますので、お客様のご協力もどうしても必要かと思います。なのでね、うまくイベント自身が回りますように、皆様のご協力お願いいたします。ではでは、4日、大阪でお待ちしております。